よう。まずはコーヒー、そしてジムです。いつも通り Let's go。 はい、ジムが終わって今からスタジオに行きます。今日は学芸大。まずお昼ご飯を食べます。美容セブン、あ、いいですね。低糖質弁当とちゃんとタンパク質もしっかりカルシウムも取らないといけないので、サーモン、そしてちょっと横にしよう一瞬。はい、低糖質弁当、野菜がいっぱい、そしてサラダ。これ最初食べようかな。一気に食べれる。いただきます。今日もありがとうございます。熱い、顔が真っ赤、やばい、めっちゃ踊った。完全燃焼してヒアロンで首とか冷やしながら、子供たちの小学校で個人面談があります。一瞬そっちの方に帰って、個人面談が終わったらまたすぐ子供たちとバイバイして都内に戻って、レコーディングスタジオで準決勝のレコーディングがあります。頑張ります。はい、プリンス、カモン。お父さんありがとう、プリン、おいで。バイバーイ。はい、プリン、キスマミ。リエハタはじゃないけどね。リエハタってバレてるかな。バレてるね。僕言ってはいないけど。言ってはない。隠してんの、もしかして。あのマミーっていう名前。あ、マミーって呼んでるって言ったの。あ、それで英語で来そうって言われたの。うん。もう出てるね。本当だ。お花があるね。これも出てる。本当だ。You are king! You are king! おいで。キスママ。今、キングとプリンスの担任の先生と個人面談をしてきました。キングくんもプリンスも大人気者だったね、先生に。まず、プリンスはどんどんひらがなが書けるようになって、で、この間遠足もね、坂道頑張って行って帰ってきたんだよね。それも先生から聞いたよ。先生から聞いた。で、キングはもうすごい優しいお兄ちゃんだね。だってキング、おい、うん、で、プリンスが傘をさ、畳む時とかさ、靴が履けない時とか、いつもお兄ちゃんが助けてくれてるって言ってたよ。で、マミ感動しちゃったよ。いやいやいや、着いた。荷物が多い、運転手さんに感謝。マジで荷物が多いです。そしてこれ楽だわ、サングラスもマスクも全部紐でつなげる。頑張ります。切り替え、行ってきます。腹痛がちょっと落ち着いてきました。シャワー浴びて頑張ります。私服とリュックお揃い。ご乗車ありがとうございます。シートベルトの着用。1、2、3、
練習終わりました。もう私がお腹痛かったのと、その準決勝と決勝の両方作らないといけないから、結構もう1秒も無駄にせず練習してたので Vlog 全然撮れませんでした。はい、これからレコーディングに行きます。今からこの可愛いボンダッチのチビティに着替えて頑張ります。そしてこれ私のプロテインボトル、これにプロテイン入れてオーツミルクと割って飲みます。顔赤い？赤くない？じゃあね。おはよう。今からジムです。今日のウェアはナイキのスポブラ、そして合わせて綺麗な紫のカチューシャをしてみました。で、下はこれお揃いであるんだけど、今上のスポブラが洗濯に出してるので、なんて言うんだろうな、マーブル柄のセットアップなんですけど、でこれも下あるんですけど、今日はこの組み合わせにしてみました。えい。Done。終わった。今日はもうフォームをたくさん直されて、自分の使えてない筋肉とかに気づきました。難しかった。終わり。着替えます。バイバイ。はい。ジムが終わって、今まだ10時半ぐらいかな。今から練習の前に衣装をスタッフさんと待ち合わせて買いに行きます。これは何飲んでるでしょう。正解は味噌汁。時間ないからこれに入れてコーヒー飲んでる風に味噌汁飲んでます。私がほほかめでいつも頼むメニューはこちら、グリルベジタブルとキヌアサラダ添え。特にこう食事制限してない時も普通に美味しくて、ズッキーニの焼いてるのが好きなのでこれを頼みます。スタジオ着。今日はここ。おはよう。息切れしてます。え、わっしょい。え、わっしょい。調子どう？調子どう？最高？お待たせ、お待たせ。急に心臓臭い。
なあなあなあ、何人自撮りすんだよ。俺らも行く、なんかそっちのやってるの、こっちは行けよな、こっちも行くの、こういう感じで、なんかこう、まひってまひってまひって、おいいいいいプロテインを飲むよ、プロテインを飲むよ、プロテインを飲むよ、プロテイン。こんぐらい？こんぐらいですか？ちょ待って、これ誰？誰が置いたのここに？かっこよくない？何ドブロック？何？もしかしてだけど、可愛くない？ありがとう。雨だからここに置いてくれたんだって。でも可愛くない？なんか丸、なんか地球の、ま、目の前で、ま、待ってるみたいな、可愛くない？可愛くない君。Dリーグまであと4日。 ARBO Day。 なんか手が沈黙が分かんない。